一緒に頑張る、一緒に前に進んでいく、そして何よりも辛いのは自分だけじゃない、その一秒一秒でどうにか楽しく過ごす、笑顔になれる、チャレンジすること、それをどっかで思い出して心がけてくれたらなと。僕はがんになって不幸かどうかと言ったら、嫌なこともあったけどもそれだけじゃないな、こうやって皆さんと出会えた、みんなと同じ時間を過ごせる、それはこの病気を与えてくれたものなんだ、一般社団法人リングスマイルの久光邦明です。去年に引き続き、ピサとともにを開催していただき、心より感謝申し上げます。去年も募金活動をさせていただいたんですけれども、集まった募金金額は8万1136円でした。湘南サポーター、川崎サポーターの皆様、ありがとうございました。集まった募金で病院に iPad を寄贈させていただき、月に1回オンラインでフットサル教室をしています。皆様への感謝の気持ちを忘れず前に進んでまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。